この時間は IPO インタビューのコーナーです。本日東証グロース市場に新規上場した証券コード一三八 A 光フードサービス株式会社代表取締役社長大谷光則さんにお越しいただいています。よろしくお願いします。よろしくお願いします。株価は買い気配続いておりまして現在三千八百七十円買い気配となっています。えー、では、えー、早速ですが事業内容からご紹介、はい、いただけますでしょうか。はい。 私、え、私光フードサービス株式会社代表の大谷光則と申します。主なブランドとしましては、焼き豚大黒、そしてサブブランドとしまして、立ち飲み魚椿、こちらを中心に事業展開をさせてていいただいております、はいえー、人と人の距離が近いですとか、えー、立ち飲みでサクッとというふうにありますけれども、えー、こういったこと、ポイントということでしょうかねそうですね。 あのもちろんその食事を提供するお店なので食事や飲み物、お酒であったり提供する、えーまあ、本来、飲食店の役割とは別にですねその人と人との触れ合いであったりですとか、まあ、お客様とお客様の,そのコミュニケーションも提供ができるとそういったところの強みというか特徴のあるお店となっておりますラーメンですとか焼き肉も展開されていますが上の2つが主力ブランドということなんですねはい、はい、そうですね。 ではこちらについてさらにご紹介いただけますでしょうか。はいえー、まずこのメインブランドであります焼き豚ン大黒、えー、こちらの方はですね、えー、まあ十坪のお店が中心で展開をしているんですけれども、あのまあ、気軽に立ち寄れるとあそういったコンセプトでやっております。えー、まあ、特徴といたしましては。 ま焼き豚であったり天ぷらであったりその流行り廃りのない商品ですねこちらがメインでなっておりましてまたあの気軽に立ち寄れる価格設定にしておりますまたその一組あたりの平均客数がですね1.4名ということなんですけれどもこれはすなわちほとんどの方がお一人様であるというような状況になっておりますまたこのターゲットとなっておりますその 100層、年齢層はですね、30代から50代、こちらが8割以上ということで、ですね、そういった特徴となっております。はい、1人で毎日通われるようなこう常連さんが結構多いそうですね。 創業店は、ね、16年経過をしたんですけれども16年前から茂みに通ってくださるお客様もたくさんいらっしゃってです、ね、そういった方々に支えられて業績が伸びてきているとそういった状況で,す、はいえー、では続きましてこちらですけれども、えー、まあ食材ですとかこだわりですとかメニュー、そのあたりさらに教えていただけますか。はい あの仕入れに対してです,、ね、すごく強いこだわりがありましてあの我々セントラルキッチンをです、ね、あの設けておりますので、えー、そちらで、まあ、一括でその、まあ、いいものを、えー、仕入れてです、ねまあ、一括で製造することにより、えーまあ、高品質な状態で、えー、商品をお客様にその提供することができると、えーまあ、そういったその強いこだわりをですね、えーまあ 創作してみたりですとか、またはその店舗限定メニューであったりですとか、えー、まあ期間の限定メニューといったようなそのまあ展開をすることによってです、ね、こ,のこだわりの強い商品というものをお客様に喜んで楽しんでいただけているというふうに考えておりますあセントラルキッチンがあるんですね。はははいいセンントラルキッチンででそれでは 続きまして業績について教えていただけますでしょうか、はい、業績はです、ね、直近、この4年間で売上を約2倍に伸ばしております、これはもちろんコロナの影響というものもあったんですけれどもその後の回復の角度もです、ね、非常に順調に推移をしておりまして現在に至るというような状況になっております。ははいあのこれは 店舗数が拡大していけば、業績拡大していくというような、そういう捉え方でよろしいんでしょうかはいもちろんその店舗数も順調に拡大をしているのですが、あの我々の,その、まあ、ビジネスモデルの,その特徴としまして、既存店の売上がまだまだ伸びていくというところも、あの売上増に非常に影響しているというふうに考えております。はい 足元こう回復さらにこう伸びてきているっていうことなんですけれども、直近の業績推移についてさらに教えていただけますか。はい。直近の業績推移は先ほどのグラフでもお示しした通りなんですがあ着目していただきたいのはあの営業利益率のところですね。はい。こちらが非常にこの業界の平均値よりもかなり高い数値。 を示している営業利益率でいきますと、前期は11.8%、で今、新興期は12.3%を予定しておりますので、これは飲食業界の中でもかなり高い水準なのではないかというふうに考えております、はい、こう人件費ですとか、食材ですとか、家賃ですとか、いろいろあるかと思うんですけれども、高い利益率、実現できているということなんですね。はい、はい ではそのあたりも含めまして、御社の強みについて、ここからお伺いできますでしょっと、はい、我々の,その強みといたしましては、まずその立ち飲みスタイルであります、立ち飲みスタイルの特徴はです、ね、あの席数が限定されませんので、席効率を最大化することができると、またあのお客様のです、ね、短時間利用というのが多いものですから、客席回転率。 の最大化を図ることができるとまた、ゼロ次会やです、ね、2次会、3次会等の需要もあの多いものですから開店、えー、から閉店まで高い客席稼働率を維持することができると<ー>、えー、そういった特徴があります。またここにです、ね、当社の,です、ね、この小箱スタイルと というところがあ掛け合わさっておりましてそれは何かといいますとあの、まあ、セントラルキッチンで、えー、製造・出荷した商品はです、ねあのまあ、厨房面積を最小限にすることができるということで、えー、スペースをかなりあの省力化することができております。またたそのため少ない 人員配置で最大効率を実現することができたりですとか、まあ、その分、固定費を抑制することができるということでこの立ち飲みスタイルとです、ね、小箱モデルこ,こちらを掛け合わせることによって一坪あたりの収益を最大化していくとそういった特徴、強みがございます確かに二次会、三次会ですとかまだ行きたい人だけというような活用の仕方がありそうですね。そうですねあの先ほど申し上げた通りあのあたりり一組あの 来店客数が1.4名ですので、あの本当にお一人様でもあの気軽にあのお立ち寄りいただけるといあ言ったそういったあの特徴がございますはい。えそして続いての強みなんですけれどもこちらドミナント出店。はい。ドミナントはですねあのまあ先ほど。えー 入店がしやすいお一人様でも来店しやすいというところをです、ねまあ、ドミナントといいまして近隣の店舗で複数出店していくことによってですね、まあ、こういったそのお客様同士がですねこのはしごをしていただいたりですとかまたそのお店同士が近いことによって再来店を促したりですとか、まあ、そういった特徴がございます。我々この 左の10坪の店舗がスタンダードなタイプなんですけれども、あの中にはこの4坪のお店であったり、はいえー、5坪のお店であったりですとか、またはこの5坪の2階建てのお店であったりですとか、うまあ、そういったあの隙間を生かしたその出店、えー、も得意としておりますので、あのこういったその、えー、はしご戦略であったりですとか、まあ、再来店を促す戦略を利、えー、かせたようなです、ね、ドミナント出店、えー、こういったところの,その出店余地っていうのは、えー、まだまだ大きいのかなというふうに考えております。わかりました そして、強みの3つ目なんですけれども、こちらどううでしょうか、はい、そうですね、えーとまあ、そういったそのドミナント出店をしていく、またはそのお客様がこのはしごしてくださる、そして再来店頻度が上がっていくと、そういったロジックで,です、ね、あの既存店の売り上げが上がっていくというのが、われわれのビジネスの,そのまあ特徴でございます。あの創業店 当然私が初代店長なんですけれども初代店長の時に最初に来ていただけた15年前に来ていただけたお客様がですあ、ね、の日もまだ来ていただけるようなあ<ー>あのそういった特徴がございます、その結果、はい、あのご覧のようにですね既存店の売り上げがまだまだ過去最高セールスをあの継続的にその突破していくというような特徴がございます、うこれも非常に強い特徴かなというふうに考えております。はい どんどんファンの獲得を続けていっているいですねは通、い、り、えー、それでは今後についてお伺いしたいんですけれども、はい、成長戦略、どういったものになりますでしょうか。はい えー、我々、このドミナント出店というものを得意としております、えー、現在、ドミナントで展開しているエリアはです、ね、1日の乗降客数が16万人以上ある駅、こちらをターゲットにして現在、ドミナントがご覧のように進んでいるんですけれども、うん、1>, あの1日の乗降客数が16万人以上の駅というのはです、ね、あの全国に163駅ございまして、えーまあえー、単純にこの掛け算をしてもです、ねえー、少なくとも815店舗。 は、えー、拡大の、えー、余地があるのではないかなというふうに考えております。まあまだまだこう出店の余地がかなりあるということでしょうかね。はいはい、えー。将来的には600店舗。そうですね。なるべく早いタイミングで600店舗は達成したいしていきたいなというふうに考えております。 そして次がこちら中期,経営計中期経営計画ということなんですけれどもご紹介いただけますか、はい、中期経営計画としましては、まあ、再三申し上げており通りですね。おり既存店の売り上げも伸ばしつつ得意としているです、ね、このドミナントでの,その店舗展開これをますます加速させていくことによりこの成長曲線をです、ね、さらに ドライブをかけて、伸ばしていこうというふうに、考えております。はい。あの、出店に関しましては、えー、まあ、メインブランドの、ええ、大黒と魚椿。この二つが中心ということになってくるんでしょうか。そうですね。その中でも、特に、この、焼き豚大国。ええ、焼き豚大国を、メインで、まず三百店舗、達成していきたいなと。で、その後、ええ、魚椿で、同じ道をもう一周たどって。合計六百店舗、達成していきたいなというふうに考えています。 はい、ぜひこの辺にも出店していただければというふうに思うんですけれどもそうです、ね、積極的に出店していこうと思ってますいます。 まあ今回上場ということなんですけれども特に狙いとしましてはどういったことが大きいででしょうかそうかそすね上場の狙いとしましてはもちろんその資金調達といったところが一番の目的にはなるんですけれどもやはりその上場で得られるです、ね、その社会的な信用であったりですとかもちろんその人材の我々の,このビジネスモデルというのは非常に人材力というのが重要でありますので、はい、そういった人材獲得戦略といったところもあの 期待するところは大きいなというふうに考えております。わかりました、えー。では最後になりますが、番組をご覧の投資家の皆さんに向けてメッセージをいただけますでしょうか。はい、えー。我々のビジネスモデルはですね、えー、他の外食業界と比べまして、えー、既存店が成長し続けていくといったところが非常に大きな強みとなっております。えー、既存店のさらなる売上拡大を継続しつつですね、えー、我々が展開を。 最も得意としているドミナント展開、ドミナント展開を掛け合わせていくことによりですね、この中期経営計画を力強く進めていきたいなというふうに考えております。以上です。はい。この時間は光フードサービスの大谷光則社長にお伺いしました。今日はありがとうございました。ありがとうございました。